ドジャースの大谷翔平投手が東京、六本木に出現し、ファンは驚きの声を上げている。二日から六本木メトロハットにて、アンバサダーを務めるポルシェの新型体幹との新ビジュアル特大広告が掲載。目撃したファンは、ずっと見上げてしまうな、六本木に新型体幹と大谷翔平がいたで、大谷半端ないって。などの声を上げている。 ビルを覆うように掲載されている巨大広告に、ファンは盛り上がっていた。新型体幹の横に立ち、腕組みをして堂々と大谷は立っている。都会に突然と現れた大谷の看板にファンは、今回は全身で立ち姿が良きです。お顔小さめの大谷さんでした、など、歓喜の声を上げていた。スラッとしたスタイルで爽やかに、君臨、する大谷の姿を見て、 その場に立ち止まるファンも多いようだ。